はい、こんにちは、勝又です。今日こちら、ユビート、懐かしいユビート、2008年からの音源なので、もう2018年、10年、10年ぶりぐらいにやってみます。 iPhone と一緒に、ここからお、スタート。いいアミューズメントバスはないです。音がね、すごい、これがあるから音が、チュートリアルは大丈夫です、やったことあるんです。まあ知らない人のためにこう出てきたら、あ、遅い、長押しか、長押しか、これは知らなかった、これは俺の時なかった気がする。これは中途半端な、はい、わかりました。天体観測がね、当時あった気がするんで。あったっけ。てか俺1回、1、2回って、あ、渡り鳥ある、渡り鳥、しかもちゃんとアレキサンドロスの設定変更、不明背景、お茶漬けがある。いや、分かりづれえな。あ、これがいい、俺これでやってた。設定を変更しました。アドバンスト、いや、エクストリームはちょっとできないかもしんないんで、アドバンスドでいきます。やべえ、全国オンラインだ。これも全国プレイヤー対戦っていうか、あ、いる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 、4人でプレイしますだって、絶対負けるやん。ファーストチューン、はい、
1位との差は4万点もあるけど2位でした2位でした。だから音を知ってるっていう有利と気持ちいいね。乗れる乗れる、マジで楽しいわ。すごいすごいじゃん。え、いくらだったの結局？俺は89万4700。いや結構僅差だったね。いや面白いな。いやいや俺はちょっと今動画だからオーバーやってるけどでも一人でもちょっとなりそう普通に。あんまり あんまやってあんま発想の激しくやらないけど楽しいわ。やべえ、いいアミューズメントパス家から持ってくるからマジで。アニメちょっとアニメ何があるか。あ、持ってけセーラー服。いやいや、ラッキースターだよ、ラッキースター。アニメアニメ知らねえのお前。俺らが中学校2年ぐらいの時に流行ったやつだよ。あとなんか知ってる曲あるかな。あ、空色デイズは中川翔子、しょこたん。え、わかんない、内くるがわかんない。あ、これは知ってるな。お前マジで。あ、これは俺これ以上オンリーファイレールが。ちょっとエクストリームはちょっとやっぱ6ぐらいがちょうど楽しめる。多分エクストリームだとマジでむずいと思うから、最後多分これ3曲できるから最後にやりたいと思う。アドアーズ千葉県4人でプレイシング。なんかいっぱいラウンドワン福岡すごいね。現時点でやってる人がいるっていう感じ。元気だね。いや他の人たちすごいね、まだやってる途中だね。いやくっそー、すごいね。悔しそう。え、悔しそう。いやでも一応 A だから、一応 A ランク。いやちょっと待って、いいアミューズメントパス持ってこねえと家から。本当にちょっとこれはね、久々にハマるゲーム見つけたかもしれん。いや本当これもあのドラム大好きやけど、ドラムよりやっぱ曲が新しいし、最近の曲いっぱい入ってるし、もう本人だから。これは楽しいな。あなたが心の入り口までご案内します。まずはパスポートを確認します。ご観光ですね。あなたの道は分かんない、なんかよく分かんないぞ。
曲を選んでください。あ、始まったんだ。とりあえず、エターナルブレイズは知ってるな。水木だな。お前め病気じゃねえ、お前。まだアニメが知らないの。マジで。そうそう、嵐。ああ、そうか。ゲーム、あれ、ゲーム、ゲームを攻め。こっちのゲームの方は俺もちょっとよくわかんねえな。やっぱポップスかな。あ、ガールエアあるよ。マイファーストストーリー、青くの弟。やばい、時間ない。やばいやばいやばい、夏祭り。ゲームインアドバンストリーム、時間ねえ。いや、エクストリームは超ムズだぞ。ポンポン、やばっ。ほら、ポンポン、やばっ。ハイオン、やばっ。グローバルだな。ねえ、夏祭りを知ってるって。やべえ、マジムズいで、これ多分。いや、ゲロムズ、マジムズ。エクストリーム、やばいわ。これは、これはフェールドですよ。無理ですよ。多分これで終わりかな。あ、なんだ。今回プレイした楽曲の前もたくさんの楽曲が遊べますっていうことで、いろんな曲があるよっていうのを多分教えてくれてますね。いや、マジか。 J-BOX よくわかんないけど、アンケートを大事にしてるんだろうね。そのぐらい の年代の人はどの曲を遊んでるかっていう。やっぱオンラインでつながってるっていうのがやっぱでかいね。はい、ということで今日はユビート遊んでみました。ちょっとこれハマったんで、これからまたやるかもしれないです。それではまた明日。